中学校の制服を統一という動きが県内でも徐々に出始めています。今日浜松市の市民団体が市内の公立中学校の制服を統一してほしいという要望書を教育庁に提出しました。市民団体は統一することで複数のメリットがあると話しています。浜松市の宮崎教育長に要望書を提出したのは、制服のリユース活動やトランスジェンダー問題に取り組む市民団体。要望したのは公立中学校の制服の統一です。理由について夏目春奈団長は、高額な制服をより安く購入するため、そして性の多様性に対応するためなどと説明しました。市民団体によると、入学時に制服やジャージなど一式を新品で揃えると6万円から9万円もかかるといいます。私がやっているリユースの活動で全部揃えると2万円、2万円ちょっとなんですね。夏目団長の言う制服のリユース活動、高台中学校ですでに実践しているといいます。こんにちは、制服取りに来ました。協力してくれる店舗や市の施設に回収ボックスを設置し、回収した制服をクリーニングし、格安で販売しているのです。綺麗ですよ。本当だってこれほら、クリーニング出したばっかりの。例えばこの男子学生服、販売価格はたったの300円です。女子のジャケットやワイシャツなども100円から300円で販売しています。もったいないし、これ作ったものをまた使っていくっていうのは、その SDGs な現代においてやっぱ持続可能な生活様式の一つだと思うので、着れるものは着ていけばいいし、そうと思います。市内の制服を統一すれば、学校が異なっても再利用することができます。未来制服進め団は、肩肘張らずに SDGs に参加でき、家計にも優しい未来を描いています。こちらは裾野市で導入される統一の制服なんですが、こうした制服の統一化というのは県内だと裾野市や掛川市で進められています。裾野市は今年の春、そして掛川市は来年の春に導入が予定されています。要望を受けて宮崎教育長は、検討委員会について設置する方向で進めていきたいと前向きな回答をしました。ただ浜松市の公立中学校は48校もあり、学校数も多いことから、教育委員会の担当者は慎重に検討していきたいとも話していました。